ちょっと見てるから。でも嫌じゃないでしょ。嫌だ。慣れたから。結構前の形だから。そうだよ。そうだよ。レッドノースが髪型って思ってたからな。レッドノースはね、いや、実際に、なんていうのかな、シャーズは普通に分かってるんだよ。別に、私がそんなに悪気だって言ってるんじゃないっていう。はいはいはい。だから、でももう、最初からそういう感じになってるから、向こうにトンババ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 。あれだよね、その、面白おかしくしたいんだよね、やっぱ、みんなね。配信。はい、みんな、バドツ、引き続きよろしくお願いします。やっぱ問題ないよね。はい、バドツ、今はですね、2017年6月の17日、夜の23時10分になりました。4時間配信が終わって2枠目です。よろしくお願いします。今、キルボバドツ。あれ？ちょっと待ってね。はい、よろしく、みんな。はい、ワードツー。ね、香川さん、すんなりいいよって言ってくれて。予定が空いてる。大阪来るときに連絡相談。ダメだよ、ワードなんてって言うかと思ったら、すごい心の広い香川さんだったんです。はい、声がけていらっしゃい、ワードツー。よろしくです。大阪行く理由ができたな。大阪に行く理由ができた。大阪はでもあれか、あのね、昔の旅配信以来だもんね。2、3年前、うなちゃんマンの家に襲撃しに行ってさ、そうそう、鮫島さんは行って電源を落としたので、電気のブレーカーを落として帰ったのね。そうだからそう、なんていうの、最初、マンションのゲートあるじゃん、はい、門とか。あそこを突破したのは最初は鮫島さんなの。で、2回目は俺、玄関の前まで行ったの。ゲートを突破して。で、最後の最後は鶴の市、3人目が今度ドアをぶち破ったっつって。そんなことあったの。そう。だから、鶴の神がね、バールで侵入した時に、ワドーって、鶴の神が仇を取ってくれたぞって言われた。お前が破れなかった壁を突破したぞ。その時に、俺が当時もらったばっかりの、リサさんがもらった中古のレッツノートを、ウーナちゃんがバーンって。あ、やったんだ。そう。で、ぶっ壊れちゃって。そうそう。そう。まあ、それは怒るよね、いきなり家に来たら。懐かしい。その後ちゃんまんからね、ずーっと死活されてたもんね。もうワドなんかダメだよってね。最近ね、たまにワド頑張れよって言ってくれるけどね。だよね。じゃあじゃあ俺がね、 あの会いに来たんだよ。うん、そうそう。はい、ワド2、うん、すげえな。みんな王子王子王子って。やっぱ王子のところでね、みんなルーカルーカルーカって来てるもんね。すごいね、知名度が。配信者より有名ってすごいね。いや、配信も知ってるの。あ、やってるの。アメリカでね。アメリカでやってんの、うん、ふわっちでやってよ、見るわ俺。いや、ふわっちでやってた、恥ずかしいよね。どこでやってるの、キャス。いや、そう、基本的にキャス、ツーキャス。あ、そうなんだ。やってる。ふわっちだったら見るわ俺。あ、そう。見たい、アメリカのどんな感じ。アメリカのって言っても、いや、ふわっちの場合はあのツイキャスだとだいたい運転しながらとか。お、はいはいはい。だけど、ふわっちだとちょっと運転しながらだって多分ちょっとしにくいかな。だから携帯でしょ。携帯できるよ。画面変わんない。なんつったらいいんだろう。いや、なんかうまく言えないけど、あんまりなんか得意じゃないよね、ふわっちって。そうなんだ。なんかうまく言えない。ちょっとやってみたことあるんだけど、試して。あ、そうなんだ。なんかああ。そうそう、キャスバーなの今。うん、そうそう、俺全然知らなくて、こっちだとピーマンってコテハンだから、ルーカルーカってみんな言ってるから、なんでみんな知ってんのと思って。で、ピーマンって呼ぶと本人がなんかしっくりこないみたいな顔するから、しっくりこないって感じ。サメちゃんだけしか言わないから、はい、ピーマンって。おいや、だからピーマンって言われると一緒。そっか、ピーマンか。香川さんのお店大阪だよね。大阪だよね。やべえな、大阪遠征が決まったな。いつ行こう。25日オープンって言ってたから、頭らへんに行く。いつぐらい行けばいいのか逆に聞くわ、俺暇だから。
それで飛ぶよスケジュール見て。できればね、あの俺もリアトツ大阪の人にしたいから、うん、たまには。ドラゴンさんいらっしゃい。たまには違うね。いや、みんな知ってるんだね。みんな好きだね配信。全部の話題を追いかけるよね。さすがだわ。プロリスナー名乗っていいよ、もうそろそろ。そろそろね、もうね、プロリスナーライセンス協会とかね、そう、もう、なんかリスナー検定3級とかさ、そう。なんか、ね、ライセンスカードとか発行すべきだよ。あ、そんなに近いんだ。あ、じゃあ、わかるかもしんないわ。大阪リアトツは、ほぼ初めてに近いかも。だいぶ昔に大阪行ったことあるけど、あ、リアトツっていうよりも、シャンマンの家に乗り込んだだけ。シャンマンの店に行ったら、おめえダメだよって言われて、来んなこの野郎とか言われて、帰ったら、一晩中で朝までディスられたの。放送見ててイライラしてコメント打って、シャーてめえ、なんだよって。おめえが入れねえってたのに、あのヘタレがよ、来ねえんだよとか言って、もう、すごかったの、もう、あっさまでディスられて、で、もう入ってったの。そしたらパソコンガッチャガチャにされたの。ドアバッて開けた瞬間に、もうバシャーンってやられて、ガチャッ、ガチャガチャって閉められて、一瞬だけジャンマが出て、てめえこの野郎とか言われて、バッ、ガチャガチャって。で、俺がドアバンバン蹴りながら、てめえ出てこいとか言ったら、ゲルケさんがゾゾン出てきて、帰ってくださいって。うるさいんで帰ってくださいって。だからゲルケさんの印象は最悪なんだよ、俺。ドアガンガン蹴って、ゲルケさん起こしちゃったっていう、朝っぱらから。そういう粗相があったの。そう、KW でパソコンぶん殴られたの。いや、あのね、この頃が一番もう、だからもう最悪にディスられてて、もう和道なんかゴミクズだって言われてたんだけど、最近ね、可愛がって、おいちゃんに可愛がってもらってる。おい和道よ、捨て頃よ、頑張れよ、つって。おいちゃんに最近可愛がられてる。もうわだかまりないよ。過去そういうことがあった。2年、3年ぐらい前。そういうあれじゃないの。老少。初見さんいらっしゃい。うん、もしよかったらフォローしてって。368名さんいらっしゃい。みんなありがとう。風船ありがとう。まあまあまあ、ちゃんまんの性格はもう長いから分かってきたよ。俺も4年も見てれば。繊細な人なんだよ、ちゃんまんは。うん。だから、PC とか、そういうものに関しては、もう全然それを、もう、見てると。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてってください。隣はね、あの、リスナーさんです。年上の女性、俺が好きだからね。楽しいお酒を飲めたの。ドレさんは嫌いだって。下ネタがきついって。生々しい。嫌いってわけじゃなくて、トークが苦手だって。普通にみんなの顔見るし、なんでアイコリスワン取れなかったんだろう。あ、なんでアカウント消えてんだろうね、リスワンから。原因が全く分かんない。ていうか今日本当大手やってねえな。なんなんだろう、みんなキャスの日なのかな。ランハゲもいないし、シャンマンもやってないでしょ。で、ヨッサンもやってないでしょ。俺が1位って結構異常事態だからね。3位ぐらいがちょうどいいんだけど。アムチュンはかそってるし。アムチュンはかそってるし、どうしようもねえな。通報で消えた。まあ敵を作りすぎだよな。配信レビューで敵を作りすぎ。俺もそれは感じた。フォローありがとう。ありがとうございます。フワッチフォローありがとう。あの、香川さんにダメ元でちょっと一日店長やらせてってみんな書いてって言ったら、意外と、あ、いいよって。香川さん、うん、全然いいよって言ってくれて、あの、予想外なリアクションで戸惑ってます。あの、今度香川さんに DM 送ってちゃんとアポイント取ります。限界ばあさんいらっしゃい。俺喋り方優しいかな。結構癖あると思うけど。
あー、それはダメだね。テロップに誰かの誹謗中傷、それでバンだな。誹謗中傷バンだ。じゃあクワッチ誹謗中傷めちゃめちゃあれだから。和道さんのギフ作ってみた。はい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 。欲しいギフあったら、あ、捨て頃のギフ作ってもらいたい。ギフってさ、 YouTube の動画から作ったりできる？そしたら俺の YouTube に素材いっぱいあるから、動画からさ、写真パシャパシャキャプチャーで撮ってさ、なんかギフ作ってよ、面白いやつ。 YouTube に全部動画が上がってるから、もしよかったらよろしく。そういうのすごい嬉しいです。 YouTube でできる？じゃあゆういちさんバンバン作って、で、ゆういちさんが Twitter に上げてくれたら俺リツイートするから、俺の本アカの方で。うん、オッケーオッケー、よろしく。うん、捨て頃とかでも作ってよ。で、もし、写真とかの素材必要だったらさ、俺、あれがあるから、なんて言うんだろう。LINE があるから、LINE で写真、俺が持ってるデータ全部送るから。もしよかったら LINE に連絡ちょうだい。ゆういち、ふわっちから来たゆういちでーすって、LINE に。LINE はね、俺のふわっちのプロフィール欄に書いてあります。昔もっと怖いキャラ。俺よく言われる。なんか最近丸くなったってよく言われるけど、あんまり気にしてないかな、自分で。意識したりとかはしてないかもしれない。うん、適当に作ったやつ。今見れるかな、ちょっと待ってね。ボタン押して、とりあえずやったんだよな、メロン味の。で、パタさんも言ってたんで。これ岐阜？ちょっと待って。今見てる。この前ね。めっちゃむせたからね。あれ、そうだね。水蒸気でしょ。あれ、水蒸気むせたから。え、なにこれ、なにこれ。ちょっとあれ、ニコチン入ってないんだよ。ベープだね。おー、すごいすごいすごい。ありがとう。あー、いっぱい作ってこういうの。ありがとう。超助かる。超助かる。ありがとう、こんなよく作ってくれて。ツイート、リツイートしときます。ありがとうね、ありがとう。ぜひぜひ今後ともなんかいい素材があったらぜひよろしくお願いします。ご都合がよろしい時だけでいいんで。あれ今ツイートされた。あれツイートされてないの。まあいいや、後でやっとくわ。うん、でね、クオリティ高かったね、ギフトね。もしよかったらね、和道って書いてもらえるといいかも、文字に。そしたら俺エゴサーチで検索するから、ツイッターの。ジフって言うんだ、俺ギフってずっと言ってた。ジフって言うんだ、これ。そう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 。いや、でも喜ぶと思う。でもなんか、うん、でもなんかお酒とか飲ま、お酒も飲まないし、あの、カッコも吸わないって。こういうの全然わからない。踊ってみたっていう。俺もわかんないんだけど、生放送よりこういうのの方がマーケットがでかいって言われてる。もうあれ、日本人？日本人、日本人。で、その、素人の人たちが、こう素人のカメラマン、素人の衣装の人とかがみんなが集まって、素人、みんな素人だから、まあプロダクションとかに所属してなくて、こう、そうそう、曲とかを作る人とか集まってこういう文化を作っていって、やってるんだ最近。そう、ああそれ知らなかった。それであんまりにも売れすぎて、そのなんつうかプロに行く人とかも出てくるみたいな。だからネットのその踊ってみたっていう、そうそう、そういうのも今あるんだ。こういうのの方が主流みたいよ。そのネットのその動画とか生放送。全然知らなかった。キャリーパミューパミューとかわかる？あ、わかるけど、あんまり全然歌とかわかんない。キャラクターとか。いや、あの子雑談ママの人だよ、もともと。うなちゃんマンとかと一緒で、こういう雑談ママの人出身の。え、あの子？そう。で、その目に留まって、業界の人。っていう感じらしい。香川さん？香川さん今いないっすよ。うんうん、確かジフなんだ。ありがとう。ニコ動だよね、踊ってみたわ。今、この、こういうのって何なのって、その踊ってみたの、PV 流れって。
俺も詳しくないけど、あれはね、私も踊ってみたらいいってことか。そういうことだね。アメリカで踊ってみたら40代で私とアイクとやればいいでしょ。そう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 、40代でね。絶対やだ。おっちゃーん、なんか足りなかった。ナムシやってたよね、パミュね。映像はね、パソコン配信だから多分綺麗なんだよ、俺。みんな携帯電話でやってるけど、ウェブカメラくっつけてね、パソコンでこうやって配信してるの。レッツノートを常に持ち歩いてるんですよ。バッテリーもこうやって持ち歩いてて、だからね、出力がね、多分他の人と違うの。でもね、俺アメリカ人仲いいよ。アメリカ人、あのね、変な売名の人はしない方がいいよ、高橋由伸。あのね、普通にあいつは伸びるから、俺が保証する、アメリカ人は。あいつは仲間を作っていくし、嫌われないから、変なコメントとかでこいつアメリカ人検索してとか嫌われるから、他の配信、あのリスナーさんに。だからね、普通に応援してた方がいいよ。俺わかるから、あいつは絶対伸びる。バカありがとう、うん、隣の女性の笑顔が素敵って。バカありがとう。あれやだ、私のことかしら。結構あるよ、その要は王子の人だっていう人もいればが6割ぐらい、6、7割ぐらいで、3割ぐらいは綺麗この人とか笑顔可愛い。それは言ってください、私見えてない。結構そう、オッケーオッケー、気持ちです。目結構綺麗とかコメントあるよね。ね、あんまり文句言われるよりは本当に心地よい言葉で。そうだよね。あれだな、ふわっちが深刻な配信者不足だ。美意識あるし嫌いじゃない。褒め方よ。なんか 美意識がすごいある。美意識、うん、綺麗な感じがするんだ、身につけてるファッションが。あ、いいよ。話面白い、ありがとう。まあね、喋りで飯食ってるんで、喋りで飯食わせていただいてるんで。荒野みたいなタイプと絡まんでもアメリカ人は有名になる、そういうタイプ。そう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 、あー、8年見てると分かるよね。あのゆっくり伸びてくタイプ、勢いのタイプ、消えてくタイプ、口だけのタイプ、いろんなタイプがある。一発屋とかもいるもんね。いろんな一発屋見てきたし、アメリカ人はね、多分俺と同じタイプだよ。要は2番手タイプっていうか、あのメインでやるよりも、なんか裏方とか、そのコラボさせたらいい仕事するタイプで、ピンの放送で着々とファンをつけていくタイプだから、時間かかるんだよ。まず全然いないよね今日。バドンさん、今仕事中ってことですか？でも普通の人の仕事の感覚とは違うかもしれないけど、自営業に近いと思うよ、あの感覚的には。フリーで動いてる人の、なんかまあ配信が仕事かって言われたらプロ意識はあるけど、だけどあんまり言わないようにしてる、そこは。だって見てる人からしたら関係ないから。例えばさ、居酒屋に行きました、じゃあいいや、バーに飲みに行きました、バーテンダーが出てきました、僕カクテル作るプロなんすよって、うざいっしょ。いや、カクテル出せよいいから、俺黙って出せよって。いや、聞いてください、僕キャリア4年目なんすよ、カクテルめっちゃうまいっすからって、うんちくん嫌でしょ。だからそこはいいよ、そこは。俺が飯食えてようが食えてなかろうがさ、リスナーさんが面白いか面白くないかしか見ないでしょ、うざいでしょ。でもね、結構言われる、そう、配信で飯食うってどれくらい稼げんのとかさ、やっぱそう、新しくできたジャンルじゃん、この世界が。お、ロハコさん、若津。ロハコさん。
農家さんもう古いの付き合いツイッターでフォローしてくれてる。嘘農家さん繋がってるってよ、ツイッターで。あのね、あのね、ね、タイプ的にあの下ネタが嫌いなタイプだから俺は振らない今日は。いや嫌いって言うんじゃないんだけど、苦手でしょ。でもあのただ恥ずかしいだけじゃん。でしょ。別に言えるんだけど、うん、あのそうそう、あの出だしはね、言えないから言えるけど、そういうタイプ。俺が今探り探りこうちょっとジャブをねこうパッて入れてるから。あれでも結構普通にあの正直に言われた聞かれたことは答えるタイプ。なるほどなるほど。下ネタは難しいの。自分から言うのはそうあんまり、あ、いや言わないタイプ。お森林さんワドツお疲れ。今日土曜日だね。みんな飲んでる KP KP。いや依存したらいいのかわかんないけどね。こんなのができた。ほう。新しい自負を作ってくれた。早くね仕事。俺さ、今放送中だからさ見れないからさ DM 送っといて。DM、そう Twitter の DM。DM よろしく。ケピー。夜の捨て頃とか下ネタやめてください。のんちゃん来るよ今から。のんちゃん来る。アイコよりよすぎ。アイコと比べるのがおかしいんだろ。アイコよりいいとか、アイコより素敵とか、アイコよりよすぎ。なんでアイコ基準なんだよ、お前。いや、それ40だよ。いいの、いいの、いいの。アイコいくつ ?47 か。あ、そっか。いや、多分ね、俺の予想1日番だと思う。ふわっちは最初の番は緩いから多分だからね明日明後日ぐらいには解除されてるから。リスナーさん、リスナーさん、のんちゃんとはもう別れてる。のんちゃん今来るって普通にだからコメント打ってるじゃん。なんか LINE 来てのんちゃんもキャスバ行くんだとか言ってなんかテンションなんか上げ上げできて、のんちゃんもこれからキャスバー行くっつってなんかテンション高いラインスタンプ来たからこれはご機嫌のんちゃんだよ。似てないと思うよ。あ、似てるかもしんないちょっと、うん、のんちゃんでもお酒飲めないんだけどね。違う、あのリスナーさんで今日飲んでるんだって俺歌舞伎で歩いてるってでコメント書いてくれてて俺の外配信見てくれてて、あ、じゃあ目の前通ったからよっしゃ行くわっつって俺がそう俺がね、あのリアトツの旅って言ってあの1万人リアトツ日本で目標を頑張ってるの。今1万人のうち84人なんだけど、そうだからいろんな人に会いたいの。美人だねってこの人美人だねって。この女性美人だね。爪楊枝で脊髄を刺すのはロハコさんだよ。あのねロハコさん知ってるでしょ。わかる。なんで脊髄刺すって。あのねちょっとこれ長くなるんだけど、あの暗黒放送でブレイクしたんだロハコさん。みどりさんのだけど実はその前に1年半ぐらい前から俺のリスナーだったのよ。ロハコさんでアンコ放送見たらロハコでしゅ僕は霊能力者でしゅでブレイクしたからあのロハコさんって言ってコメント打ってる時に僕でしゅって言ったから会いに行ったので、いろいろ聞いてたのこういう感じでインタビューしたらいや僕はですねあの僕の家はドメスティックな家だったんですって言って、いやそれ家庭内って意味だからドメスティックって、そう全然意味わかんないことを言い続けて、で面白いのがどんどん質問していったら元自衛隊にいたっていうエピソードがあって、でえ自衛隊ってやっぱ人を殺す技術が覚えるんですかって質問したら、あ簡単です、爪楊枝1本で目ん玉くり抜いたら人は死にますとか、どん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 エスカレートしていって、なんか違う、
そう。いや、そういうキャラクターなの。それが面白くて、そう、そのエピソード。そうそうそう。まだまだ始まったばかりっていうか、今中断してる感じだね。21日で捨て頃で帰ってきた時に日付は止めてる。また旅に出れるようになったら日付カウントは回すから、これ不正行為しないように日付だけはカウント止めて、リアドツだけはいただいてます。すごいよ、明日ないよ。すごいね、1万って言ったらもう結構すごいよ。だってもう4年かかる計算だもん。4年かかる計かかる、俺今のペースで言ったら。で、なんでかって言ったら、もうぶっ飛んだ大手になりたいけど、自分が力ないの分かってるから、だからもう時間かけてでも、そう、もうこの旅を帰ってきたらそこそこ有名になりたいっていうことで、絶対大手になれる企画をやろうっていうのがこの企画のコース。自分に合ったやつのやり方をつけてそれをやってるって感じか。そうだね、やっぱりその面白くない分、体張れない分、でもその行動で示していかないとなとか思って。やっぱ一人一人やったら印象変わるじゃん、その画面で見るのと生で。で、1万人に会ったらさ、やっぱみんなフォローしてくれるし、コメントもすごいしてくれる。面白いと思う、そういう人間に会うことは。知らない人とかで、だって感動するよ。超田舎の方で、絶対ここリアとつないっていうところ、電車乗ろうとして駅で1時間待ちでこうやってやったら、家族待って車で迎えに来たから、で、俺ラーメン屋やってるから食べてよって言って、でもう帰れないからって言ったら、もうお風呂を用意してくれて、もうお風呂で泣いたもん俺一人で。でラーメン作ってくれて、でそのラーメン屋さん泊めてもらってとか。すごい、そんなこともある。そうそうそう、感動するよね。なんか電波少年みたいだったよね、なんかね。うん、ジェルデさんの米、ちょっと待って、おのんちゃんじゃない、ごめんなさい。あ、ダメダメ、あのスルーしてるコメントを掘り下げるのはダメ。スルーしてるのには意味があるから。あ、見えてる見えてる、うん、配信中にもできるんだ。いいね、そういうの。お、Nちゃんいらっしゃい、楽しんでて。流れ大事で、そう。お疲れー、チョコボールさん。今日はふわっち難民が多いよ。見るものがない難民があふれ返ってる。仕方ねえな、ワドしかいねえな。ヒカル君の録音見た？ツイッターに上げといたよ。ツイッターにあのラン、チャーハンのラン上げといたから、みんなリツイートしといて。ヒロフロ、じゃあ香川フロンティアじゃない、ティロフィナーレ香川だわ。全然違うでしょ、香川しか合ってないよ。一番大事なところも間違えないで、ヒロフィナーレ、ヒロフロンティアじゃないよ。そう、その香川さんのお店を出すんだけど、ダメ元でコメントで、和道が一日店長やりたがってるぞって言ってみろって言ったの。そしたら、俺、そんなダメに決まってんだろって言われると思ったら、いいよ、和道くんいいよ、やろうって。あっさり。お疲れっす。いや、起きたばっかりだよ。起きて5、6時間経ったところ。ヒロフィナーレ、ツイッターフォローしてない。いいよいいよ、見に行けばいいよ。俺のツイッターふわっちに貼ってあるから。今日大手さんみんな休みの日だね。たまにあるんだよこういう日、たまにあんの。中継しかいなくなる日が、多分ね、キャスが盛り上がってたりとか、みんな企画続きで疲れて、もう今日はいいやっていう日あるんだよ、流れで。そういうところは俺らが頑張んないといけない、集権どころが。逆に言ったら俺らは名前売るチャンスじゃん。フォローありがとう、 N ちゃん。いや、みんなここ数日暴れすぎ。そう、みんな疲れてんだよ。すごいよね、テルチャンピン、タナボタだよね、完全に。テルチャンピン、完全にタナボタリスワンでしょ、これ。多分本人も諦めてたと思うよ、テルも。
なんで俺なのみたいな。まあでもね、正直アイコはもうこれで取れなかったら今月厳しいよ。多分ヒカルくんがもう絡まないって言うだろうから、多分厳しい。里見さんが取ってないっていうのがすごいよな。あ、今日はテルだな。今日はテル確定だな。週末配信意外とみんなねプライベート充実する。お、のんちゃん来た。すげえ化粧濃いな。すっげえ濃いな今日。なんだお前。のんちゃんこっち来て。初めまして。どうも。どうしよう。のんちゃんこっち、うん、そこにいた方がいい。のんちゃんこっち来て。すっげえなんかお化けメイクみたいな。え、濃くないそう、分かったよ、ごめんね。そう、配信の、そう、配信だから。のんちゃんが拗ねちゃったよ、もう。だから化粧したくない。ごめんって。配信だから。飲もう。何飲む？俺が選ぶよ、じゃあ。メニューいただいてもいいですか？はい、今。ちょっと待って。こちらメニューになります。ちょちょちょ、ご飯食べたの？まだ。まだ。チャーハン食べた。チャーハンじゃ頼む。チャーハン食べる。チャーハン。飲み物はどうですか？僕、いや、飲み放題じゃなくていいです。あ、タピーで大丈夫。だって、そんな飲めないでしょ？うん。うん、パスワってあります？はい、何だ何だ。パスワじゃなくていいや。シャイナブルーで。シャイナブルーで。はい。あ、いい、大丈夫です。はい。うん。え、やべ、ここやっぱ分かってんだよ、配信者の、配信者あのリスナー歴長いから、ここでチャーハン頼むっていうのは分かってるんだよ。スキルだから、これはプロリスだからね。そう、ここのチャーハン美味しそうだよ、めちゃめちゃ。俺も食ってないんだけど、やっぱ荒野に食べられちゃったから。そう、人差しで友情が崩れるチャーハン。そしたらちょっとこっち来れない。よいしょ。ちょっと遠くなるかな。よし、いいね。いいね。遠くなったな、画面。うん、しょうがない。ごめん、撮った。おめえ見てた？見てた、射的のやつ。そう、あれすごいいいじゃん。いやお約束だよ。のんちゃん久々画面に映るんだ、ね、超久々だよね。笑ってなんで。特殊メイクじゃないだから俺が先手打ってフォロー入れてたのに、それはのんちゃんをディスだと思ったんだよ。俺はこうなることを予期して、のんちゃんがコメントに傷つくぐらいだったら先手打ってやろうと思ったのに。のんちゃんは俺に怒ってるからね今。ディスられた。いいじゃないか、絵面いいじゃないか。何言ってんのよ、ハーレムだよ。見えんのかな、目いいね。見えるんですか、目いいの。
そうだから付き合ってる時も後ろから遠くからこうやってコメント見てて笑ってる。おー怖い怖い、ね、なんか後ろになんかいるよっつって怖い怖いね。おいおい、何やってんの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 、ここに灰、灰落とすの普通に。いやいや、おつまみだからこれ。何やってんの、んちゃん。いけるいける、いけるじゃないよ。緊張してるのかい、返しに移って緊張してるのかい。ちょっと目が合ってあれピーマンさん、やまっピーマンです、ピーマン始まります。モンさん、いや、変えた方がいいじゃん。サメちゃんがつけたんだ、ピーマン配信してますよね。知ってんの、ふわっちです、ふわっちです。いや、ファンちゃんほとんどチャイナスイーツになります。じゃあ乾杯しよう。はい。ケビー、ケビー。ケビー。お酒飲めない、大丈夫？大丈夫。大丈夫ね。ケビーみんな、ケビー。あ、美味しい。美味しいでしょ？綺麗な色で。あの、何の味？グレープフルーツ。なんだっけな、ライチ。あのチャイナブルー、あ、ブルーのリキュールがライチなんで飲みやすい、すごい。お酒飲まないですか？飲めない、飲めない。これだったらなんか飲んじゃいそう、これ飲めるよ、ガブガブ飲んじゃいそう。ちょっと一口で、ちょっと、コース飲んでって、絶対飲めるから。お酒飲めないの、飲めるよ。ダメ、飲める、うん、でもダメ、でも大丈夫、大丈夫。あんまり好きじゃない。こんばんは、アキーさん。あの、のんちゃんいじるはそろそろやるんだったら、あと5分間だけのんちゃんをいじってください。あの、5分後にのんちゃんいじるは全員ブロックしますんで、好きなだけ書いてください、5分間で。その先のんちゃんいじったら俺 NG 入れるからね。今から5分間いいよ。のんちゃんいじりたい人はのんちゃんのコメント打っていいかな。だから赤リップはダメだ、うん、あ、何？俺が赤リップ好きだから赤リップつけてくれたの。かわいい、かわいい。絶対赤リップをすると、しただけで、うん、こう預け状に入れちゃう、うん。笑うわ。いや、久々見たもん、俺のんちゃん化粧して。そう、それこそ3、4ヶ月ぶりじゃない？なんか中学生の初めての化粧みたいになってる。もう下手だから、なんか嫌なんでやるの。あ、苦手なの、メイク。なんかね、メイクした顔が気持ち悪いの、自分で。多分元の顔がはっきりしてるから、あんまりしないで。わかんなくなっちゃうでしょ、気持ち悪いってなる。こちらお手紙になります。なんか絵描ける美大卒だから、だから多分ね、そう、筆の感覚とか絵の感覚なんだと思う。メイク教室とか通ってみればいいな。いや、オタクだもんな、家から出ないよ。のんちゃんの今日の雰囲気なんか好きだって。なんか面白いな。さとここでもコメント書いてるんだ、すげえな。さとどこにでもいるんだな。まあそうだよね。全然違う。次が来られてるのは、リコ玉ほとんどいないですね。
はい、じゃあノンチャインテリそろそろ終了です。あ、香川さんの一日テンションやるって、香川さんにさコメント、香川さんに見せたとかで、リスナーが冗談で和野さん一日テンションやろうよって言ったら、よしみんなコメント書けって、一日テンションやらせろって言ってみようぜって、俺は断らねえと思って、そうニコ生ノリでやったの。さあコメント読んだら、あ、おええよやろうやろう、まだこれDM ちょうだい、あとで DM 送るから、ていうか繋がってる、まだあとで連絡してよ、母さん。あ、ていうか和道が連絡先、その知りたがってるんだけど、送っていいって聞いてみて、放送やってないでしょ。あの、もともと香川さんの囲いだから。え、そうなの。そう、もう香川さんに貢いで貢いで貢ぎまくってくる、タオルを買ってくる、Tシャツを買えるね、どこら辺で言うか、香川さん香川さんタイプなんだよ、結構俺分かるもん。だからアチオとかも好きでしょ、ああいうの。あんまりちょっと違う、もうちょっと目が細くミュールがノンタンお世話になった、お世話になりました、どうもこちらこそ。いつ行くかを聞くためにそのノンタンに LINE 交換してもらおうと思って、香川さんに多分載ってると思うよ、ホームページに。いやでも繋いでもらった方がやりやすいから、酔わない大丈夫。アメリカに帰る、今日はじゃあここで飲んで、でホテル帰って明日。あ、実家が近いから、あ、そうなんだ。おお。え、じゃあこの辺育ってた？庭？あれ、いや、まあ庭っていうか、まあ、でも新宿は基本的にそんなにあの来なかった。だから新宿よりはもうちょっとあの渋谷とかあっちの方。なんか逆に迷子になる、奥の方に来るのが分からない。はい、大丈夫、大丈夫じゃなくて、灰をついてるものを食べないの。大丈夫だよ、足も食べちゃうけ。いや普通に食ってるからびっくりしたんだよ。久々のんちゃんっつって何ヶ月ぶり？みんなのんちゃんの顔見るの久々でしょ。髪伸びちゃったからね。ねえ、ショートカットだったんで。鬼やっこさんではないです。怖くなってきたとかやめね。もうそろそろ一時終了だからね。懐かしいね。和道リスナーだね。見てるね。シンクにさ、タコスぶちまけてた。それ俺食べたんだよ。次の日腹痛くて倒れたんだよ。マスクなし初めて。ああ、そうかもね。配信でマスクつけること多かったけど。あ、検索の時につけたじゃん、背中が。背中がね。カラオケでもそうだけど、おやすみー、ミール。おやすみー。中山美穂に似てねえだろ。検索の取り調べでこの机の下のステッカーを貼ってあってたの。その後光しか見たことない。そうそうそう。留置所で、あの、ほら、大体基地会行動って生活安全だじゃん。みんなあそこに取り調べたの。そう、もう、あの、すごかったから、粗相が。警察に突き出したの、一回。俺が。で、そしたら、俺のステッカー、警察の机に貼りまくりやがって。で、そう、3日後に、そう、ヒカル君が逮捕されて、でも、何時間も取り調べて、寝さつくになって、ベロンベロンに酔っ払ってたんですよ。で、眠いってこうやってかがんだら、ここに俺のステッカーが貼ってた。笑ったっつって。なんか、ほっくりしちゃって。中山美穂似てるか？
ピーマンはアメリカ、アメリカ人。あそこでみんな配信やってる。書いたワゴン誕生って。俺はトイレにステッカー貼らせてもらってたけどさ、あそこステッカーコーナーなんで、トイレはあそこに貼ってあるの。なんでみんな山椒って書くんだろう。あ、心から書いてもらう。これであなたも精神症。あ、そう。あ、今日精神症みたいな。ちゃんとここを持っていただかないと。ブレブレか。か弱そうなイメージだったのに今所定に見える。なんかね、そんなね、そんな感じの感じだよね、今日のどんちゃんは。フルはなんか。アメリカにいたんだって。頭の上に行ったけど。でも、キムもいる。昨日のと違うんだから。俺が、あれですよ、昨日喧嘩になった原因のチャーハンですよ。俺が手を叩くと、チャーハンいただきます。これが例のヒカル君と金杯さんの中を引き金になり、アイコがリスワンを取れなかったチャーハン、因縁のチャーハンですよ。そうだよ、俺のツイッターにチャーハンの欄っていう動画が載ってるから、俺のツイッターに今すぐ行ってチャーハンの欄見てきな。10分ぐらいの動画だから。昨日の事件だ。あのね、気になる人は俺のツイッターに行ってちょっと戻るとチャーハンの欄っていう動画があるから、その動画見に行ってもらう。そしたら10分ぐらいでもう要約されてるから。おお、大花火ありがとうございます。大花火ありがとう。ありがとう。ヒカル君も関係してる。そう、スプーン一杯のチャーハンで、もう全員友情が引き裂かれるっていう。あれ、俺がね、右とか左とかじゃ分かんないんだよ、その配信やってると画面だから。うん、のんちゃんかピーマンって書いて。うん、うん、ピーマンやん。いや、まだね。ルークの、ルークだよね。ルーカか。ルーカはどっかから、何から来てるの。自分の本名。本名か。本当にルーカなの。すげえな。どういう感じか。画面の下側のルーク。すげえしたな。かっこいいね。ルーカ。ノリコ。ノリコのノリは、海産物は食べるノリに、子供の子でノリコだ。いいね。違うよ。ノリコはどういう感じかと思う。ノリコは石川ノリエビ。のノリに、子供の子。マヨネーズって言うじゃん。テンコだ。ノリコ。石川ノリエビのノリだったんだ。知らなかったな。愛子さんはどっちもいません。右でも左でもありません。のんちゃん昨日愛子にアンチコールかけまくったから。ブロックがある。そう、のりこ。ゴヤ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 一口じゃない。ゴヤ
なんだいこれ、なんだよってなったの、今おい、あいこ何も言わないことに妹ものりこなんだ、ごめんよ。あ、フォローありがとうございます。フォローありがとう。そう、何か何か飲んでたんだよ。俺もなんか食おうかな。俺でも蕎麦食ったばっかりの、なんで腹減ってんだろう。いや蕎麦だからじゃないの。蕎麦だからかな。蕎麦は生姜がほら早いじゃない。だよね、麺系だから。腹減ったわ。小さくなここで謎の通知だけ出す。うまかった。やっぱ奪い合い合うぐらいのうまさだった。これは奪い合う。もう納得した。ヒカル君の気持ち分かった。分かった。もうこれは食べない。こうやもだってこうやって守ってたもんね。ずっとこうやって守ってた。こうやってこうやってやってやったもんね。あんだけ人が喧嘩してるのにこうやってやったら、あれもほんとそこが気になっちゃって気になっちゃって。あれ可愛かったよね。気づけながらこうやって、あーヒカルさん怖えって言いながら、こっからダーって言ったから、そうそう、こっから飛んでったんだよ、あそこまで。やばい瞬発力だよ。唐揚げ食べたい。食べたいってなんだ。お前俺に奢ってもらう気だな。違う、ちゃんと持ってきたよ。あ、そうか。唐揚げ。ソーセージ盛り合わせもうまいよ。唐揚げにする。どっちがいい？いや、俺は。食べに行こう。どうしよう。うん、いいよ、なんだ。唐揚げ。唐揚げ。唐揚げ。あ、じゃあソーセージ盛り合わせと、唐揚げがいいんじゃない？いいの？揚げ物食べる。すいません。はい。ソーセージの盛り合わせと、フライドポテトと、あと何飲もうかな。ハイボールで。はい。いや食べ物の恨みって本当そうだと思うよ。食べ物、あのね、そうなんだよ。食ってる時って人の性格めっちゃ出ると思ってて、これいつも言うじゃん。なんか出ません？その食事してるとなんか育ちみたいな。だからね、俺ね、食ってる配信苦手なのそこなんだよ。あんまりやらないじゃん、飯雑とか料理配信って。なんか嫌なの、なんか。なんかチンコ見られるより恥ずかしいよ。本当に。だったら全裸になる方がマシ。なんか何かを食べてるってすごい嫌なの、自分で。うん。ここはお化け屋敷ではありませんよ。はい、カフェありがとう。ヒカル君はまあ酒癖昔から悪いわな。ヒカル君は昔から酒癖悪い。
光くんね、なんかね、ちょっとね、センチメンタルになるんだよ。あの、ちょっと疑心暗鬼っぽくなるの、昔から、酒の入る。全裸ロハコさんが反応してる。ロハコさん、俺の全裸興味ないの。光くん、かなと、ちょっとあるよな。なんかね、飲んでる光、飲みすぎた光くんはちょっと苦手なんだよ、俺。飲みすぎた光くんは。ほろ酔いぐらいまでの光くんは大好きなんだけど、酔いすぎるとね、結構ね、なんか、こう、なんかね、俺何回も見てるから、酔っ払って、あ、超えたなっていう。で、店の人に怒られまくってる光くん見てるから、君は人間性が悪い。あ、そうですか。すいません。はい、人格否定かよ。ちょっとごめん。白布の光は本当に好青年よ。光くん、本当に。俺、椿を似合うタイプだから。元カノね、元カノ。新宿でうまいそうだ。さっき言ったのはだから高田屋。あのツイッターにあげたのは高田屋で、ランチタイムだとあのそばとあれがつくんですよ、丼物で1100円ぐらいかな、カツ丼とかで、あのごまだれで、ごまだれもついて、普通のそばもついてて美味しいよ。だからちょっとそのバイトとか仕事やってたんだ、新宿3丁目で。でちょっといい仕事した時とか給料日とかはみんなでそこ行ってた。みんなでっていうわけじゃないけど、こうプログラマーの人と行って、そのいい仕事した時は高田屋っていう。で普段はなんだっけ、はい、ありがとうございます。普段はなんだっけな、あの桜水産だ、500円のランチ食って、調子いい時は倍の値段のそばを食べるっていう。フォローありがとう。もうだいぶ前だよ。年下 NG ってわけじゃないんだけど、俺若い女の、なんつうんだろうな、若い女の人だよ。いいよいいよ、言いたいことは言おう。あ、乙女だから。恋話してる時クネクネしちゃう。若い女の人、例えばそれこそセーラー服に憧れるとかそういうことはないとか、例えば13歳とか12歳とかそういうのない。そのっていうよりも童顔の年上が好きなの。だからジュリマリのユキとか長作とか、深津絵里とか、わかる、言いたいことって。童顔なんだけど、年が上なんだけど可愛い人っているから、ああいう系が好きかもしれない。気仙ってわけじゃないんだけど、本当にその綺麗だなって思う人がやっぱりそういう年上の人が多いんだよね。モテないよ、モテない、モテない、モテない。長作、でもね、長作はね、そこまででもない。綺麗だなとは思うけど、やっぱユキが俺の中でもう神だね。ジュディ&マリー後期のユキ、ソロのユキだとジョイとかのユキが好きだ、可愛い。
あれね、周りの声が入ってるけど、お前らの声が雑音なの。ニワトリ自体は、いや、あのね、あんまりモテたい、モテ期みたいなものは、一回あったの、ライブハウスでやってるとき。その、もう、その、店に女の子とか来るわけじゃん。で、まあ、店長やってるわけだから、まあまあ、その、仲良くなるんだよ。だから、そのときはなんか、特会機会だったね。それくらいだよ、19歳のとき。京本まさき似てるって言われた。イケメンだね。ホースよしよ、はい、あとあの、はい、コースター一ついただいてもいいですか。はい、ここは香川さんのお店じゃないよ。さっきあの香川さんにコメント打った。一日店長やらせてもらえませんか。そしたら OK 出た。ミングさんってもともとするんですか。違いますよ。私のとこにわかるかもしれないそれ。わかる。それわかる。ミングさんはみんなの。そっちだけや。小説家、ライトノベルのすごい売れっ子、ラノベの、うん、分かる、うさぎ。右とか左が分かんないんだけど、その俺から見て右なのか画面上で見て右なのか、多分画面上で見てたのか、俺からすると左なんだかも。青い人ピーマン、若い頃持ってたんだよ。でも全然彼氏できなかった。お付き合いした人2人しかいない。そう、結婚前。エッセイストではないね、ラノベ作家だね、本業は。理想が高すぎた。何の話？中村うさぎの話？知らない。俺アスペだから分かんないんだよ。主語をかけよ。焦るな。主語をかけ。誰の、何が、どう理想が高いんだ。わかんない。ピンキーの話。ああ、やっとわかった。ピーマンの理想が高かったってことね。俺、アスペだから本当わかんないんだよ。そういうことか。二人はわかったの？そう高すぎるんですよ。今の会話。俺わかんないんだよ。だから俺が変なのか。するかよ。ふわっち、そうっすね。ありがたいことに、本当に。てか、今、大手がいないだけだと思う。でもまあ、ふわっちだと200が安定だったけど、今日倍近くあるからね、ちょっとなんか。あと、普段コメント打ってる人と違う層のコメントがあるから、今日明らかに変わってるから、多分ね、金梅さんとヒカルくんとか、荒野を見てる人が今来てくれてると思ってて、愛子さんとか。だから、違うよね、ちょっと、客層が。普段の、その感じと。ちょっと俺も探り探りみたいな。感じがある。あー、なんとか現象っていうやつ。プップクプーの閲覧は佐野うなちゃんマンと、要は珍味団とかその辺とかだと思うから、あそこは俺取り込めなそうなんだよ。釈迦元気元気。そうそう、ルーちゃんね。アイコいないよ。初見さん、もしよかったらフォローしてください。そう、あのスライムのね、あの目薬が出てるの今。あれ欲しいんだよ。スライムの目薬。赤いまま。
そう、いや、ま、マイペースだよ、全然マイペース、マイペース、昔からただ、ま、評価は明らかに変わったと思う、なんかあこいつ頑張れたんだ、みたいな、なんかリングから逃げなかったみたいな感じはよく言われて、まあ、負けたけど、そんなに叩かれなかったね、まあ、頑張ったな、みたいな、まあね、そっぽい喧嘩強いテレチャンピンによく戦って一回もダウンしなかったな、とは言われた、まあ、手数少ないとは言われるけど、ドラッグストアの店員、あ、やっぱ売れてるんだ、これすごいうまい、食べてしまう、うん、もう食べて、これ食べていい、生ハム、こっちもね、食べてください、食べてください、ありがとう、マシーも入ってんの、食べて、あ、入ってる、すごいね、あんま、あんま言いたくない、いや、まあ、だ日本だからあんまり、なんかそれっぽいこと言っときゃなんとなく、全然、その名言とかない、大丈夫、あの、いや、お姉ちゃんとかどこだね、あんまりだね、あー、日本だから、ちょっと言われちゃう、なにこれ、べしゃべしゃにつけるな、ジャンク大好きだな、今日、鶴羽行ったけど、あんまりたくさんあった、ほー、はい、ワード2バタフライテールいらっしゃい、これはでもアイディアだよな、そうケーススライムのコラボって、なんか最近スクエアエニックスがいろんなところとコラボしてる、ちょっと熱い感想、どんなに風邪飲むんだろう、はい、のんちゃん懐かしくないか、懐かしい、ヒカルは金バイと仲直りしたんかな、仲直りしましたね、ヒカルくんと金バイさんは仲直りしました、めっちゃ食うやんしょ、今日お腹空いてる、朝から食べてなかった、朝から寝てたんだよ、朝まで配信見てたの、そうそうそう、あ、じゃあお腹空いてる、煙に曲がるような感じだよ、ここだからカウンター禁煙でガールズトーク、ガールズトークってやるよ、ガールズって言うめちゃくちゃ知ってます、ガールじゃないし、シャーク買った覚えちゃう、覚えちゃう、相手は海外の方、王子の方を覚えてわかれたですよ、わかれちゃった、あ、どんどん食べる、手で食べる、うん、どんどん食べる、うん、だから届けるかな、あー、おろめないね、どこだな、ありがとうございます、撮ったなとか言って、几帳面でやるんですね、ボキの太ったえ、バカバカ、はい、
撮ったよね、ほんとね。ポテト頬張る。ガリガリだったからね、出会った時、ほんとに。俺が太らせたんだよ、孔明いっぱい食わす。孔明に5キロ太った。あれだよ、ピザの L とかバクバク食うかって、びっくりするぐらい食うよ、もう半分食べる。俺と同じ量食えるんだもん、俺が腹いっぱい食う。はい、ワトツー。はい、小林さんいらっしゃい。取るよね。俺だってラーメン屋行ったらラーメン大盛り全部乗せで、チャーシュー丼ミニみたいな、なんだと、プリンとか食うもんね。で、その後家でデザートだっつってコンビニに行って、甘いのとか、そりゃ取るわな。髪の毛が短かった。俺がね、バッサリ切った。肩まであったのに、配信でバッサリ切って。あれから切っちゃう。プリンっていうかね、コーメンのね、あの、なんだっけ、あれがうまいんだよね、杏仁豆腐。コーメンの杏仁豆腐はマジでうまいよ。ロッチはもともと歯多かったからね。だから付き合いたての頃の最初の2ヶ月とか配信楽しかったもんね、一緒によく行ってた。そうだね。距離感ってあるんだよ、人間って。いい距離感が。ピーマンさんです。赤ピーマンです。赤ピーマン、青ピーマン。止まらない食欲。ピーマンとポテハンのリスではない。どんどん太っていくから。でもね、出会った時ガリガリだったから、あれはね、病的なそのやつ方だったから。ほんと飯だって、あの時あれさ、メロ、俺がセブンイレブンのメロンパン美味しいって言ったら、もうほんと放送しか見ないオタクだから、ほんとに1日1個メロンパンしか食わないとか。いやダメダメ、もうガリガリだったの、あばら浮きですよね。ダメダメ、本当にメロンパン1個とかで食事いらなかったんですよ。うん、太ったり痩せたりするの、基本痩せるの。だから、なんだ、あれ、俺が太らせて超えたのか。そう、超えた。超えたの。でも、それでも結構痩せたよね。もっと太ってたよね。
全然飯食わない。だから太れ太れっつってもう飯ガンガン食わせてたら太った。どんどん太った。どんどん太った。これでもだいぶ安の方だよ。いや、すごいんだよね。最後の方、本当にデブになったの。俺みたいになったもんね。いや、捨て物で一緒にダイエットするとかしないとか言ってたもんね。そうそう、ルーさん、ルーさん。ここではピーマン。キャスのコミュニティレベルどれくらいの？あのレベル？あーまだ知名度やばくない？だって俺そうだ。でも言っても俺オーズとそんな絡んでないのよ。この知名オーズに絡んでないっていうか関連性がないのよ。だからこの知名度異常だって。本当にね。ああ、うん？おお。これってさ、これ何グラムぐらいか。ああ、まあ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 。おお。あ、まあ納得だわ。うるさいだけだからだと思う。コメントがうるさいから。でもコメントに言うのはいいことだからね。基本的には。サイナブルー。お酒飲めないから。結構酔っ払ってきた。酔っ払ってどうなんの？お酒飲んでるとこ見たことある。寝るから。寝る。めんどくせえやつじゃん。眠くなっちゃう。お酒はどれくらいのの飲めないの？俺不安なんだけど。あ、もうこれね、酒、あなたが酒飲んでるってことって、だいたい包丁とかお皿割ったりとか。そう、俺のイメージでは、だからなんかもうなんか血で壁に死ねとか書かれてたりとか、もう酒が置いてある。だから混ぜるな、かけるな、ほんとに壁に血で死ねって書かれたことないでしょ、みんな。いや、非公開じゃないよ。42歳、47歳。でも俺に最初会った時は36歳を通し切ろうとしてた。分かんない。勉強する、なんか、ちょっと、なんか、俺は喧嘩するつもりないんだけど、彼女が怒って、付き合ってる時に、付き合い立ての頃。だからなんか、のんちゃんのこと疑ってるんだとか言い始めて、何切れてんだろうとか言ったら、なんか、免許証見てよとか言って、で、そしたら36歳と、いや、疑ってないよって言ったら。でもまあ36なんだと思ってて、で俺32じゃん。で36なんだ。で弟がいるってことは俺とそんな変わんないわけだ。俺年上だし。でそのまあご挨拶行くことになったんだけど、でもその前に彼女が見たらその付き合ってるのは誰なんだって話になったら、実は配信者は和道ってなって、え知ってるぞこいつ、こんなのダメに決まってんだろみたいな、ちょっと軽くディスられたの。要は弟さんが俺のことを見たことあると。そう、こんなんありえねえよみたいな、ちょっと笑ってて、俺はちょっとイラッとしてたの。なんでこんな年近いやつにこんな言われ方しねえといけねえって、その LINE 見ちゃったから。で、言ってやろうと思って、会ったら、もう関係ねえと思って、言ってやろうと思ったら、結構なかなかなおっさんで。で、
その弟さんもなんか申し訳なさそうに、なんか気まずそうに、いや、あの、ワド君ね、みたいな、うん、見てるよ、つって、いや、あの、お前言ったのかみたいなこと言ったら、言ってない、やめてーみたいな発表されて、なんか、わーっと言って泣き始めて、なんだと思ったら、弟さんが、そう、免許証見せろ、つって、またやってるわ、ワド君見て、つって、ペリ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 つって、免許証が、シールになって剥がれて、本当のノンタ47、つって。あれ笑ったよね。なんででもさ、そうしたかったの？いや、なんかやっぱり年下だから嫌だったの？なんか不安だったけど若く見られなかったさ。いやー、なんないよそれ。すごいぞ、ペリ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 。いや、そのあの嘘のやつはどうやって見せたの？で、なんかデッまず自分の写真を免許証コピーするじゃん。で、そこは何、文字とかをフォント似てるフォントを入れていったと切り抜いてはめ込んで、で写真とかも若い漏れてる写真はそのまま。あ、そうなんだ。え、写真、あ、そのままだったかな。すごいな。そう、免許証偽造って笑うでしょ。付き合ってたよ。そう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 。なに、のんちゃんってやったのかどころか、俺何ヶ月付き合ってた。半年以上だよ。去年の10月だったら鮫島パーティーの時に付き合ってたし、だから7ヶ月ぐらい一緒にいたよ。いや、わかんないけど、その細かいのは。元カノよ。1970年前。そうそう、俺が85年だから15神戸だ。俺32だから15個上だもん。面白いよね。あれ笑ったよね、本当に。免許証偽造事件。免許ペリペリ事件。15個上。15個上。俺が32歳で47だったから。でも配信10年以上見てるもん、こってこのお宅だもん。だってパソコンがゲーミング PC なんだよ。エイリアンのやつあるじゃん。女でさ、あのゲーミング PC のあのエイリアンのやつ持ってるの俺初めて見たもん。わかる、あのエイリアンのやつ、ゲーミング PC あれでしょ。俺年上の人が好きだね、俺は。キラーっていうか。そうそうそう。だからね、なんかカラオケ行った時もおかしいなと思ったんだよ、なんか。なんかあれっつって。選曲そう。違う、無理して歌ってるんだけど、しっくりなんか、うろ覚えな感じが伝わってくるんだよ、なんか。あ、違うぞ。面白い。で、年齢バレてからはやっぱしっくりくる選曲を、ちゃんと、ね、自分の歌い慣れてるけど。でもなんか、なんだっけ、愛子さんと同い年っていう割には選曲が、なんか愛子さんの方がちょっと上なの。わかるわかる、愛子の方は上。クラシックの曲が好きなんだから、愛子は自分の年齢に比べて上の方が好きなんだから。のんちゃんはちゃんと自分の世代の歌、自分のドストライクの歌ってどの辺の。思い出せよ。聖子さんとかだ。森高千里とかは違う。下とかも好きだし。あれは下、ドストライクですよね。あの、なんだろう、ミスチルと同世代だから。あー、だからさ、ミスチルもさ、新しい曲ばっかり知ってる風にしてたじゃん。あ、でも、だからずっとファンだから、新しいのもどんどん聞くから。あ、そっかそっか。アイコ年齢嘘ついてんの？アイコはプラス5ぐらい。わかんねえ、もうなんで嘘をつくんだよ。
嘘つきしかいねえよ。ロハコさんも僕は実はゲイですとか言ってびっくりしたよ本当に。小サブ事件の時本当に僕はゲイではないですよ、喋ってないですって言って俺それイヤホンでチュパッチュパッって音聞いてたから生放送してないところで俺どうすればいいんだこの状況と思ってチュパッチュパッチュパッって聞こえながら柏木くん気持ちいいって言いながらその音聞きながら僕はそんなことしてませんって本当に嘘つきだよ本当に。俺は年齢全然気にしない。光源氏とかすごい。ああ、でも世代って言えば、あ、でも最初はチッカーとか、中学校の時はチッカーとかで、あとはみんな好きだったのかな。あんまりジャニーズに興味なかったから。まあまあいいよ、年代もの言ってって。あとは中森明菜とか。オッケーオッケー、ダンボール、それぐらいかな。あー、明菜とかか。あでも、千子ちゃんと明菜の世話だよね。そうだよね。それが、若い子だから結構、あー、確かに活動時間が長いから。あー、ね、活動時間が長かったから知ってるし。あサザンとかもやっぱ活動期間が長いからね。あんまりメジャーなところしか知らないから、あんまりテレビも見なかったから、だから紅白に出てくるかとかそういうのしか知らない。それは無理があるよな、安室奈美恵とかな、グローブとか歌ってたらな。あ、でも紅白とかに出てきてとか、MC とかそういうのが分かる。おで、学生の時にちょっと時間置いてから学生やったから、その時のはいはいはい、若い子とも大体なんか10個下の子とか近い人たちとずっと付き合ってたから、はい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 、どうしてもなんかそっちの方が。なるほどなるほど。サバの読み方えぐいよね。サバの読み方えぐい。まあね、面白かったけどね。その時の放送回ってないけど、もう超面白かったんだよ。のんちゃんはもう食べたーとか言ってのんちゃんは終わりだーとか言って、なんか号泣してたんだよ俺。いや、いいよいいよって言ってたんだけど、もうワンワン泣いてて、なんかちょうど人前に年下ばよれば、うん、なんか言いやすいかなと思って。どういうことどういうこと。えとどか聞かれても分かりやすい。なるほど、12個さば読んだんだった、ちょうどだから36なのか。34っていう最初は。そうだそうだ、そういうことだったんだ。すごいよね。私も今の旦那さん、別れる。おお、はいはい。おお。でも全然最初から言ってた。言った。言った言った。私は自分下が好きだから、はい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 、最初から。おお。向こう全然気にしてなかったから。でも言って好きでしょ。うん、そうだね。何も変わんなかったよね。ネタにされるぐらいしか。新しいネタが増えた。そうそうそう、全然本当にそんなの気にしないの。信じてたよね、これ。あ、なんか分かんなかった。信じてた。気にしてなかったよね。そう、多分本人が気にしてて、俺は全然気にしないから、だから俺としては違和感があるのよ。だからなんでこの文脈でいきなり切り出して免許証を見る流れになるのかっていう。そう、免許証見てよみたいな流れが、俺そこじゃないんだけどなみたいな。今考えるとね、乙女心なんだろうね。真摯だっていうかね、別に俺あんま気にしないそういうの。だから結構その本人が重いカミングアウトだと思ってることもさらっと聞けるタイプ。だからロハトさんのゲイとかも全然気にしないと。僕は実はゲイなんですって言われても、ああそうか、面白いみたいな。
偏見がない。のんたんファン多いよ、すごい。だからもう引きこもり期間が長すぎるから、だから時間が止まってるんだよ、すごい。それが面白かった。本当にやべえやつなんだよ、みんなが思ってるより。本当にコンビニに行くぐらいしか家に出ないような生活してるから、ずーっとニコ生見てるんだよ。終わってるじゃん。終わってるでしょ。あ、ダメだ。そういうこと言うと、この400人の中にぐさっとくる。みんなそうだから。そう、未来ののんちゃんがいるから、そう、みんな多分、うってなってる、今。みんなそうだから、ここにいるんだよ。ああ、まあそうだよね。今、傷ついた、みんな。ひこもりたち。聞いちゃった、聞いちゃった。聞いちゃったかな。フォローありがとう。フォローありがとう。ありがとうございます。でもほら、俺もともとそっちの人ではないじゃん。オタク要素もあるけど、部分的引きこもりで、なんつうの、出たがりでもあるじゃん、俺。なんつうの、活動したら。だからね、あんまりがっつり引きこもったのことあるけど、1年ぐらいだもん。だそう、長期の3年とかさ、4年とかない。感覚的にわからない。臭い。引きこもりニート女性で、そう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 。引きこもりニートに。さあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日当店うちの従業員ババアの誕生日でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。片手しなさいよ、早く。はい、おめでとう。19歳になりました。19歳なのに名前がババア。ババアじゃない、ババアじゃない。高すぎちゃった。配信はされてないです。ないです。いや、でもね、おめでとうね。ありがとうございます。山本さん、山本さん。でも俺とワナだって多分ずっと引きこもってるでしょ。ゲームしてるか、ニコ生見てるか、どっかの才能を見てるか。なんか韓国ドラマかなんか見て。あ、韓国ドラマ見たりとか。まあだからまあオタクだわ。オタクっていうか引きこもりだよ。多分ね、お腹を乗れたら、それでも引きこもるからね。引きこもろう、引きこもろう。なんだよ、外楽しくないで。何飲む？あ、もうお酒を飲めない。飲めない。ジュースかなんか飲む。モテモテですよ。すいません、トマトジュースお願いします。すごいな。質問していいですか、のんちゃんに。どうぞ。お、ののんはどつ。
今日はネットの王子松野ここで。でも松野とかだって別にそんなの聞いてないもん。あ、そっか。ゆっくんじゃないの？知らない。ここで会ったことない。今ね、ここで暇つぶす感じだったの。だからもう月曜帰るからさ、なんかちょっと同期だと東京だから今日帰ってきて、あ、でもそうなんかどっか行ってたのかと思って昼に寝てたから、はい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 、昼寝てたからじゃない、そう、朝寝てたから朝寝てようと思って、キャスですよ。普通の女性って何？普通ってなんだろう。普通の女性、あ、でもまあ癖のある人ばっかりが多かったな、付き合ったことある人。引きこもりでニートでメンヘラ、あ、もうロイヤルストレートフラッシュ、ダブルヤクマンみたいな。バランス危ねえ。メンヘラじゃない。俺ね、それね、最近よく考えるんだけど、俺ね、メンヘ女性ってメンヘラじゃない全員って思い始めた。で、それが強いか弱いかだけだと思ってて、多分ね、あの女の人ってメンヘラだと思ってる、大なり小なりで。強い人は強いんだ、それが。冷えてなかった。はい、違う、氷が邪魔で飲めない。あー俺はなんかそんな感じはする。男のメンヘラは厄介だよ。男のメンヘラはね、厄介だよ。あのね、仕事に支障出たりとか、コミュ障とかだから、女の人はだから許されるところあるんだよ、まだ。と思う。生きやすさで言ったら、男のメンヘラきついぞ。男のメンヘラきついぞ。もちろんいるはいるんだけど、あの本当に行き場がない感じがする。まあまあ もちろんね、女性もきついのはわかるよ。ただ許される部分ってあると思うの。とは思うかな。飛び降り未遂とか手首切るとか怖くないですか？その時の気持ちを教えてください。あちゃんと聞いてもね。え？もうなんか変なあれが出へんだよね、脳内物質が。あのね多分ね、みんなと思ってるの違うよ。あのね、なんて言えばいいんだろう。もうね、本人が自我がない状態なの。自我がないっていうかね、あるんだけど、もう訳分かんなくなってんの。そう、薬とか、もう脳内物質とかで。なんだろう。多分ね、これはね、本人しか分かんないと思う。その、病気を抱えてる人しか。そうね、その、理性じゃない部分を理性で語るのって無理なんだよ。その、何て言えばいいのかな。理性は理屈は理屈で理解できるの。理屈が理解できる人は。で、理屈じゃなくて感性とか感情で動いてる時ってね、難しいんだよ。言葉で説明できたとしても伝わらないよ。で、言葉でワードで入ってきても自分の中に体験がないから理解できないんだもん、結局。まあそれそうだな。ツッチーが言ってる質問が正解、言ってるのが正解だと思うよ。
っぱ飲んだ太ったねってみんな言うね。女性から見たらワード俺はメンヘラでしょ完全に。ただ配信中にパニックで倒れるぐらいの救急車で運ばれるんだから。本来の自分じゃない、本来の自分じゃない。もうそこまで来るともうその自分も本当の自分だから、もうその戦いだよね。そう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 、ブルーキラソン、ブルーキラソン入ってない、入ってない、はい、この狙いはめちゃくちゃ正しいですけど、ブルーキラソンです。350人今、よっぽど見るもんねえだろうな。今日の分厚いひどい。あ、声始まったから大丈夫だ。ドルソンもいる、六本木でドルさん、六本木なんだ。それでも勝っちゃってるっていうこの残念な結果。あ、それはあると思うよ。っていうか、そう、子供の頃から障害を、その知的障害を持ってる人とか、あのバイセクシャルとか性同一性障害の友達多かったの、非常に。で、友達によく言われたの、なんでお前あいつらと話せるのって。偏見だよね、完全に。そのなんとか学級の子とかも普通に友達として話せんのよ。だからそうヤンキーとかきついいじりとかいじめとかやるわけだよ。だけどそういうのなく普通にできたから、多分自分の中に内包してたんだなっていうのはガキの頃からあった。おー、よい子いらっしゃい。そう、それはまあ思ったかな。悔しい。能力じゃなくて自分がそうだったって気づいたのが27の頃だから、だから内包してたのと、だと思うよ。だからよく言われるのは、障害者の人っているか、障害者の人には健常者側の人だよって言われる。で、健常者にはお前あっち側だよって言われる。どっちにもあっちあっち。だから軽いんですよ、症状が。症状が軽いんです。だから両方理解できる。おい、ワード2。うん、今飲み来た。キャスバーに来たかったんだって。どうしても今日チャーハンが食べたかったんだ。チャーハンがどうしても食べた。今日この日にこの店でチャーハンを食べなければ意味がない。これがプロリスだから。ありがとうございます。これ何ですか。もうオリジナルカクテル。酒飲めます。大丈夫です。ありがとうございます。いただきます。いただきます。これいいのかな、いただいちゃって。うん、あ、美味しい。美味しい。パイン。生のパイン使う。あれだ。パイン使う。これ美味しい。これは。はい、美味しい。美味しい。好きな子飲んでいい。どっちが好き。じゃあおめでとう。誕生日おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。なんだろうこれ。マンゴーのリキュールって。
半年10年ぐらい甘い感じで飲んだら普段家に引っこもってる。で親のすねを買ってひたすら親のすねをかじり続けて親のすねがなくなったっていう姿がある。じゃあ、ボトンに行くか。なんで絵描かないの？マリドちょっといいな。絵が好きなんですよ、美大行って。イメージは湧くんだけど。楽しくない。やり始めれば多分楽しいと思うんだけど、なんか取り掛かるきっかけがなくなっちゃったっていうか、なんだろう、そう。せっかく能力があるわけじゃん。で、スキルもあるわけじゃん。その学校と学んだ。で、その、なんだろうな。これ、リスナーさんにもよく話すんだけど、人生ってインプットとアウトプットのバランスだと思ってる。で、映画を見る、商品を買う、動画を見る、生放送を見るって、インプットの作業だと思ってる。でそれを自分がどうアウトプットするかで、なんかアウトプットしなきゃいけないってわけじゃなくて、アウトプットする喜びみたいなのって人間あると思うの。でそれが仕事だったりとか子育てだったりとか、あの絵を描くこととか音楽とか、俺はそれが配信なのアウトプットやればいいのそう、なんか好きな表現で、なんかね、アスリートとか飲み始めると、なんか意欲がなくて、あー、わかるわかる、ぼーっとするよ、薬やめそうだ、やめるとどんどん、不安定になっちゃうから、気持ちが。でもアーティストって不安定だよ。いや、でも、休日ってやめちゃダメだよ、ゆっくりだよ。やばいから書きたいとは思う。常になんかこういうのっていうイメージはあるんだ。いろんなものを見て飲み込んでっていうイメージはあるんだけど、それを実際に行動しようと思うと全然なくなってしまう。もったいない。のんちゃんの絵好きだけどな。じゃあリスナーさんよ。何美だっけ？玉美、うん、多分大学院も玉美なの、うん、院まで出てんの。もったいないじゃんね。そうさ、ネットで今無限にさ、昔はチャンスがないと難しかったな、その大きく広めるっていうかさ。でも昔はネットだったらさ、小さなサークルみたいなところを始められるわけじゃん。自分のファンだけ集めて、インスタグラムでもツイッターでもさ。だからなんかペンとかなんか買ってなんか適当な落書き書いてさ、バンバン書いてくれるし、応援するよ。逆に出さんのねえ、よしちゃん、しん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 ちゃん、俺これ飲んだら行くわ。見てみたい。あのね、俺のグッズ販売の URL あるから、そこにね、あの T シャツのデザインしてもらったよ。俺のズワッチのプロフィール欄に URL にあのグッズっていうのがあって、そのグッズのサイト行くと T シャツ
のりこって出てるよ。私は手に1位1位のりこマロングラッセ。のりこマロングラッセ。俺が命名したの。お前は今日からのりこマロングラッセだ。そうそう T シャツ。俺毎日ほぼ毎日この店にいるような気がする。いるよね。でもよくないこういう場所って。だってさ配信者さんがさっきも何人も行ってさってでねオフ会みたいな感じで来れるわけだプラッと、ね、えステッカー買ってもらえる。売りに来てる。いや売りに来てるわけじゃないけど、うん、売りに来てるっていう語弊はやめてください。風船ありがとう、アイテムありがとう。海坊主さんこんばんは。マンゴヤマンゴ。マンゴヤマンゴ。魚介さんのなんですよ。しょうがない。大体ね、これ飲んだって甘いされるんですよ。あれ食べ物あ、面白いですね。見てたのかな。もう嫌だ。わかんない。ほら LINE させていただきますじゃなくて LINE、あの、お母さんの LINE ワドに教えてもいいですか。ホームページがあって、そこに、あ、違う違う違う、それじゃ意味ないから、それ俺が勝手に送ればいいだけなんだから。そうじゃ、繋いでほしいの。香川さんの LINE を私から教え、伝えてもいいですかって。いい、送って、それ大事だから。申し訳ありません。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございます。
あ、ありがとうございました。今日はどうもよろしくお願いします。今度はい、見たことないんですけど、はい、今度また、はい、また花火やってます。ぜひぜひお待ちします。ものぐらいあるか雰囲気で。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、あのパラダイスさん、あの参加できなくて、今度ぜひ。いや、分かってるから、はい、あの私は何も言わないし、あ、大丈夫大丈夫、うん、はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、今放送中なんです、うん、はい、お疲れ様です。あ、頼むです、頑張ります、ありがとうございます。いいスカッチャー、ありがとうございます。すごい。まだまだ。ワコさんくらいあったかい。ありがとうございます。ありがとうございます。ワコさんくらいあったかいんだけど。ロワコさんのぬくもり知ってるんだって。ありがとうございました。どうも。ありがとうございます。50人。なにそれ、明日、それ知らないよ、そんなの。ビューボードさん。多分後で早めが来ると思います。いやでもさっきの流れで OK だったんだけど、うん、全然教えてくれていいじゃん。教えちゃっていいや。俺の LINE に、俺の LINE に、川さんの LINE を送って作り方わかる？すみません、お願いします。領収書もらっていいよ。これあのまとめて領収書もらってもいいですか？はい、お願いします。右の人若い頃めっちゃ美人だったと思う。あの若い頃いらないから。風船ジョックありがとう。やっぱね。じゃあ帰る準備するわ。じゃあ立ってて。あの機材があるから俺。そうそうそう、そういうのがあるね。あとこれ、ひのんさんこれあげる。はい。いる？ありがとうございます。サインいる？サイン、あとでじゃあ。なんで俺の会社だってんの？あ、やばいわ、それ捕まるやつだわ、それ。それ外した方がいいわ。なんで？それは赤いやつだわ。こっちは？お店に置いてこ。お店に置いてこ。いる、欲しい。
すごくいらないから。せっかく撮ったのに。これいるかみんな。これいる？じゃあサイン書いて。いいよ。いらないでしょサイン。ありがとうございます。あ、すみません、すみません。あ、そう、イレギュラーでマンゴー。お手寄せが。ありがとうございます。マンゴー。すごいブーツになってるよ。え、そんなことあったの？お待たせ、フォローありがとうございます。で今から帰る。ういっす、ごめんなさい。お待たせ、ありがとうございます。いや、とんでもないっす。大丈夫ですか？大丈夫ありますよ、なかなか。いやいや、寝起きで来ました。です。今かな、かな。じゃあ、よろしくお伝えください。じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様って変か。お疲れ様です。ありがとうございます。帰ってないよ。見えてる？見えてたら手挙げて。どうもー。ヒカルとワドウが戦ったらどっちが勝つか目に見えてると思うけど、正解。俺が戦うって言ってないからね。一
遠いな。あー、やっぱ足首痛えわ。あれ、コメント止まった？どうよ、みんな。お疲れ。今日は放送この辺で終わりにするわ。大花火、ありがとうございます。みんないつもありがとう。じゃあ僕は今日は帰って寝ます。酔っ払いなんで。お疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。